別所温泉は、長野県上田市にある温泉である。標高約570メートルの高地にある、新州最古と伝わる温泉地で、日本穂高が7カ所に温泉を開き、七栗の温泉と名付けたという伝説から、七栗の湯とも呼ばれる。温泉街に近接して安楽寺、上楽寺、北向き観音といった、塩田流北上氏ゆかりの古刹があることから、新州の鎌倉と呼ばれる。 共同浴場を中心に栄え、現在も三つの共同浴場、大湯、大志湯、石湯が存在する。温泉街は、大湯を中心とする、大湯地区と、北向観音周辺の、院内地区に分かれているが、相互の距離は近く、10分足らずで、行き来できる。大湯は、木曽義中、大志湯は、縁人、石湯は、真田幸村ゆかりの湯として知られている。江戸時代にはさらに、 大湯地区に、長明湯、院内地区に、小賀の湯があったが、1929年までに、各温泉旅館が、長明湯、小賀の湯から引沿し、全旅館が内湯を整備したため、現存していない。また、噴札地区で、上田市営の温泉施設として1972年開業の、藍染閣が営業していたが、施設老朽化により同じく、噴札地区内の別所温泉駅金坊。 市営駐車場跡地元高地に移転、2008年、公共温泉施設、藍染各別所温泉藍染の湯として再開業した。また2004年7月には、足湯、七栗、2012年2月には足湯、大湯薬師の湯が設置されている。また温泉を利用した旧別所村住民用の洗い場が13箇所ある。別所温泉には12の小技があり、そのすべてに、 洗い場が設けられている。別所温泉を含む上田周辺は、養蚕の活況で古くから賑わっていたため、明治時代には30を超える宿があった。養蚕業の衰退や社会情勢の変化とともに、廃業したり、食事どころなどに転業した事業者もあり、次第に温泉宿の数は減ったが、2018年現在も約15件の温泉宿が営業。 江戸時代創業の老舗旅館も複数ある。こうした伝統のある宿は大抵元産種屋で当時客に家の一部をまがししていたことから始まり、反応反省経営である。温泉街や周囲の住宅地の中に蕎麦店が点在する。周辺には山菜や松茸を産する山林が多数あり、通年営業の料亭や新酒場。 小森林組合直営の食事どころがあるほか、秋には、松茸小屋と呼ばれる松茸料理を提供する、季節営業の専門店が山林内に設けられる。また、愛染めの湯内にも飲食店、ヒランジュが2019年に新設された。2021年時点で営業中の宿泊施設、戸倉上山田温泉など、長野県内近隣の温泉地と同様、 1997年の北陸新幹線、長野駅線公開業や1998年、長野オリンピックを前に、大型の設備投資を行って、施設を拡充した事業者が多いが、その後の長引く、個人消費の落ち込みの影響を受け投資を回収できず、借入金負担が、旅館の経営を圧迫、苦境に立たされている。各旅館とも、NHK 大がドラマ、風林火山や、 サナダマルの放送により一時的に客足が戻り、増益となった年度もあったが、長期債務の解消には至らず経営破綻に追い込まれる旅館が相次いでいる。近年では2015年に1件が、関連企業の瓶詰食品等製造販売会社の経営難及び破産の影響を受け事業停止、2016年に1件、廃業、2017年に1件、倒産。 2018年に2件倒産している。このうち2018年に倒産市民時、再生手続きに入った江戸時代、京方年間創業の老舗は、2017年に経営破綻した著名人ゆかりの旅館の再開を目指して土地建物を落札したものの、設備回収費用が当初資産より大幅に増えることが判明して、再開を断念、破産に至っている。 さらに2019年10月13日の例は元年東日本台風による上田電鉄別所線千球川橋梁崩落被害に伴う上田駅上海機関の長期運休の影響により客足が落ち込み翌2020年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大により各宿泊施設とも業績が大幅に悪化極めて深刻な打撃を受けている 2020年5月には大湯地区の高台に立地し、大規模な施設を有した、温泉旅館1軒が、事故破産、閉館に追い込まれている。上田市大和別所温泉の下に4地区があり、4時治会を構成する。これとは別に小和座が12ある。別所温泉の祭事、竹の上りはこの4地区が1年交代で当番となり、実施される。別所温泉の源泉、共同浴場、大湯、 大志湯、石湯、足湯、七栗、大湯薬師の湯及び13箇所の住民用洗い場を所有、管理する特別地方公共団体として別所温泉財産区がある。別所温泉の所有者は別所温泉財産区であり、別所温泉の管理者は上田市長である。江戸時代、別所温泉の源泉は上田藩によって保有されていたが、1871年の廃藩地検の後、 源泉は国有となった。1889年には小さ型軍別所村に温泉や共同浴場の維持、管理にあたる交戦組合が作られたが、大正時代初期まで別所村が国に源泉の借料を支払って温泉を運営していた。1916年、源泉が国から別所村に払い下げられて以降、源泉は別所村の損有となった。 1956年5月1日、別所村と西塩田村、東塩田村、中塩田村が合併して、塩田町が発足したが、同町設立に際し、源泉や共同浴場など温泉財産については、塩田町に関せず、引き続き旧別所村をもって所有者とする、旨合意された。ここに、地方自治法第3編第4章の規定に基づき、 特別地方公共団体として別所温泉財産区が設立された。1970年4月1日に塩田町が上田市に編入された際にも引き続きこの行為が維持され別所温泉財産区が存続して現在に至っている。開けゆじき有事記は不明だが古代から存在していたものと見られる。伝説では慶光天皇の時代。 日本穂高の統制の檻に発見されたと言われ、日本最古の温泉、新州最古の温泉の一つに挙げられている。日本初期には、天武天皇が、タバカン温島に行行し入島しようとした際、皇族の身の王に、シナノの地形図を献上させ、カルベアソン、アシセラに命じて、暗宮の造営を計画したとの記事があるが、このタバカン温島が、 現在の別所温泉であるという説があり、北向き観音三本前に、タバカン温湯に関する解説版が立てられている。平安時代に、清少納言が、随筆、枕の草子、農陰本において、湯は七栗、有馬の湯、玉造の湯と称賛している七栗温泉が、この別所温泉のことを指すという説がある。平安時代末期には、 木曽義仲が入刀したとの伝説がある。鎌倉時代には、周辺の塩田平を本拠とした塩田北上氏根流による国宝八角三重党を有する安楽寺や北向観音が創建された。また品のお湯として、名取お湯、三箱お湯、または犬飼お湯とともに三お湯に数えられた。純徳天皇の著作、役も五章には、 七栗の湯は、品野のお湯と同じという記述も見え、これについては、別所温泉のことを示しているとする説が、一般的である。戦国時代には、上田城主、真田氏とその家臣団が入党していたという記録がある。江戸時代には、上田藩主と家臣団が入党。藩主の当事用施設、別荘であった、通称、温泉屋敷と庭園、お茶屋跡などが、 大湯は機に一部減現存しており、調査が行われている。すでに、江戸時代から、北条氏ゆかりの温泉地として認識されていたようで、あり、お湯壺として記録されている藩主、家臣用浴室は、北条湯とも呼ばれ、塩田北条氏の北条義政が浴室を設けたことが、起源である、と伝えられていたという。お湯壺は、近代に至って、上田藩が廃された後、国から、 別所村に払い下げられ、共同浴場、大湯となり、現在に至っている。北条氏とのゆかりや神社仏閣が点在する塩、田平、別所界隈の様子を鎌倉になぞらえ、新州の鎌倉と例えるようになった。安楽寺八角未利東近代以降、有島武雄や川端や砂利ら多くの文人が訪れ、川端は花のワルツを、別所温泉の旅館、林泉楼、 柏屋別荘で執筆している。柏屋別荘には1923年、北原白州も登入して100種以上の歌を読み、後年北向き観音に歌碑が建てられている。また旅行記や随筆の題材に取り上げたり、断片的に残る別荘温泉に関わる史実や伝承を作品に取り入れた文人も少なくない。吉川英治は、新、平家物語において吉中が、 愛称の青い午前を連れて、大湯に入湯する場面を描いている。資料上の根拠はないが、大湯は、青いの湯と宣伝されるようになっており、大湯の傍らには、吉川の文学碑も建てられている。また、戦国武将真田正幸、真田信幸、真田幸村関連の作品を、数多く執筆した池波正太郎は取材のため、上田市街や別所温泉をたびたび訪れ、 代表作の一つとなった長編小説、真田大平記においては、真田幸村が石湯に頻繁に入刀していたという設定を導入し、若き日の幸村が入浴に訪れるなど、重要な場面にしばしば登場している。ただ、幸村と別所温泉のゆかりについての資料上の根拠は確認されていない。こちらも、新、平家物語同様小説の中のフィクションに、 止まっているものの、宣伝効果を生んでおり、石湯は、真田幸村降格師の湯と形容されるに至っている。現在、石湯前に立つ石碑の文字も、池波の筆によるものである。他多数。選挙区バスは、上田駅から、立川駅や京都、大阪方面への高速バスも運行している。暮らしが息づく風景、上田市部初新州デジクラ、品の及び農肥料越参園。 東高日本地方観光を案内、藤原構え、温泉食気候、長野、別所温泉松竹、新州の鎌倉、秋の香り小札天材、外湯も、魅力、日本経済新聞2012年10月2日、長官別吊り2019年4月16日閲覧。1900、街道を行く新州作平道芝良太郎、上田電鉄、お食事割引券付き乗車券を発売。 日本経済新聞ニュースサイト2019年4月16日、閲覧。長野食料品製造小松食品。チームソニックレーシング速報2015年9月3日。東京商工リサーチ。1998年長野オリンピック等を前に大型の設備投資を行った温泉旅館がその後回収できずに破産。旅館は競売にかけられ、 瓶詰め食品等製造販売会社関連企業のホテル経営会社が土地建物を落札、温泉院等を廃止し旅館経営していた。長野ホテル経営の大和商事が破砕開始決定、負債13億円2016年12月6日、トラベルビジョン別所温泉の老舗旅館、柏屋別荘が破産開始、負債総額は 約10億円。東京商工リサーチ2017年5月12日。トラベルボイス観光産業ニュース長野の倒産に、5ヶ月連続10件超5月2017年6月10日。産経新聞長野の別所旅館が、破産申請。負債4.6億円2018年1月31日。トラベルビジョン中松屋旅館倒産。負債額は6億円別所温泉。 長野2018年1月25日、毎日新聞長野版、民事再生法へと寄贈業の中松屋旅館、申請長野、上田2018年1月25日、毎日新聞別所温泉の二旅館が、相次ぎ経営破綻2018年1月25日、品野毎日新聞長野別所観光ホテル、自己破産申請へ、コロナで、 県内5県目2020年5月29日、中日新聞長野版長野県の別所観光ホテル、コロナで事業を、停止事故破産へ2020年6月8日、観光経済新聞、川瀬美の宿、事故破産を、申請2020年8月15日、観光経済新聞、上田、別所温泉の柏屋別荘、 破産手続き新語とウェブ2 0 1 7年5月11日閲覧、柏屋別荘破産、千と千尋のモデル、別所温泉、長野、毎日新聞長野場2017年9月12日閲覧、ありがとうございます。